ピタゴラス、ピタゴラス、紀元、前582年、紀元前496年は、古代ギリシャの数学者、哲学者、サモスの賢人と呼ばれた、ピタゴラスとも表記される。ピタゴラスが組織した教団は秘密主義で、内部情報を外部に漏らすことを厳しく禁じ、違反者は、船から海に突き落として死刑にした。そのため、教団内部の研究記録や、 ピタゴラス本人の著作物は後世に一点も伝わっていない。そこでピタゴラス個人の原稿や人物像は、教団壊滅後に各地に離散した弟子の著作や、後世の伝記、数学に関する本の注釈といった間接的な情報で出来上がっている。彼の肖像や彫像類もすべて後世の伝聞や創造で作られたイメージであり、実際に どういう風貌をした人物だったかも不明である。ピタゴラスは、紀元前六世紀頃、古代ギリシャ文化圏の東辺に位置する、現在のトルコ沿岸にある、イオニア地方のサモス島で、宝石細工師の息子として生まれた。父親は、レバノンのティルス出身であるとする説がある。近くの町には、やはり著名な数学者のタレスが住んでいた。によると、彼は若くして、 知識を求めて島を旅立ち、古代オリエント世界の各地を旅した。エジプトでは、幾何学と宗教の密技を学び、フェニキアで算術と、比率、カルディア人から天文学を学んだという。ポルピュリオスなどの伝記によれば、ゾロアスター教の司祭の下で学んだと言われる。さらには、イギリスやインドにまで旅したという伝説もある。彼は20年にわたった、放浪の末に、 当時存在した数学知識のすべてを身につけて、故郷のサモス島に戻ってきた。しかしサモスは、選手ポリクラテスの抑圧支配下にあり、学問研究に向かなかったため、イタリア半島の植民地に移住し、その弁絶で多くの人々を魅了した。彼はクロトンで、彼の思想に共鳴する多くの弟子と共に、ピタゴラス教団、またはピタゴラス学派と呼ばれる集団を立ち上げた。 この教団はやがて地域の有力者の保護を得て大きな力を持つようになり、数百人の信者を集め、ピタゴラスも弟子だったという女性と結婚して、大いに反映した。ところがある時、この講演者が清掃に巻き込まれて失脚する。この時、かつて教団への加入を希望したがテストで落とされて、門前払いになった人物が、その遺向から市民を煽動した。教団は、 ボートと化した市民に焼き打ちされて壊滅し、ピタゴラスも殺されたという。ピタゴラスは、紀元前6世紀に、あらゆる事象には、数が内在していること、そして、宇宙のすべては、人間の主観ではなく数の法則に従うのであり、数字と計算によって解明できるという思想を、確立した。彼は、和音の構成から、惑星の軌道まで、多くの現象に、 数の裏付けがあることに気がついた。そしてついには宇宙のすべては数から成り立つと宣言した。彼がこの思想に基づいて創始したピタゴラス教団は数の性質を研究することにより宇宙の真理を追求しようとした。教団に入門するには数学の試験があったがこの試験は相当難しく数学に適性のあるものだけが選抜されて教団に集まった。 そしてピタゴラス教団は古代世界で最も著名な数学の研究機関となった。この学派は十を完全な数と考え、10個の点を三角形の形に配置したテトラクティスを紋章とした。彼の教団は現代にまで伝わる様々な数学的な定理を発見したが、その中には有名なピタゴラスの定理のように現代にまで至る数学の基礎となったものがある。 ピタゴラスの定理はピタゴラスが一人で発見したのではなくこの教団による成果であり、教団ではこの定理の重大性を記念して、100頭のお牛を生贄に捧げて発見を祝ったという。一方でピタゴラスは数の調和や正方形を不合理なほど重視し、完全数や友愛数を宗教的に崇拝した。そのため教団の一人が無理数を発見したとき、 その存在を認めようとする代わり、発見者を死刑にしてしまった。分数でも、整数でも書き表せない、奇怪な数が存在することは、彼の思想を根本から否定するものだったからである。ピタゴラスの哲学は、ゾロアスター教や道教と同じく二言論が基礎となっており、現象世界を考察する十項目の対立項を提示した。彼の数学や、 輪廻転生についての思想はプラトンにも大きな影響を与えた。アリストテレスは形事上学の中でこの対立項を再現している。彼はオルペウス教の影響を受けてその思想の中で輪廻を解いていたとされている。ピタゴラスは音階の主要な音程に対応する数比を発見したとされている。彼はオクターブを2、1、完全互動3、2、 完全4度を4、3、そして完全5度と完全4度の差としての全音を9、8と定義し、ボエテウスは著書の音楽協定の冒頭にピタゴラスが音程と数比の関係を発見した経緯を記している。ある日鍛冶屋の前を通ったピタゴラスは作業場の何人かの職人が打っているハンマーのが共鳴して心よい共和音を発していることに気がついた。 中に入って調べてみると、ハンマーの音程は、その重量と関係があった。そこには5本のハンマーがあったが、4本のついの重さは、12、9、8、6の単純な数比の関係にあることが分かったのである。単純な比になっていない他の1本のハンマーだけは、鳴らすと不協和音がした。しかし実際にはこの原理は、楽器の弦の長さの比率においては正しいが、 金槌の重さには当てはまらない。ピタゴラスはさらに弦楽器や笛で実験し、弦の長さの比が弦の振動数の比、つまり音程の関係を支配することを発見した。ピタゴラスは発見した音程の法則を確認するために、モノコードと呼ばれる一本のガットと自在に動かせる、駒で構成される、調律道具を発明したと言われる。 ピタゴラスに由来するとされるもう一つの音楽に関する学説は、電球の音楽の理論である。これは、各惑星がある学音に対応し、それらがハーモニーを形成しているというものである。ピタゴラスの死後、彼の信奉者は、音楽理論に関する学派を形成するが、ピタゴラスの学説が古代ギリシアの音楽の実践に影響を及ぼした可能性は、ほとんどない。 ピタゴラス音律は、周波数の比率が3、2の音程の積み重ねに基づく音律である。中国の三分尊益法と基本的に同じものであるが、どちらがより古いのかは定かではない。ピタゴラスコンマは、ピタゴラス音律における異名動音の差である。ピタゴラスはなぜか、豆を大変に嫌った。そのため、ピタゴラス教団では、 豆を食べない規則が全員に強制された。それがどんな種類の豆かは分かっていない。この巨癖は、迷信の多かった、当時の基準でも異様で、理由についてのいろいろな憶測があり、アリストテレスは、豆は正気に似ている、あるいはまた、地獄の門に似ているからと書いている。また、食べない方が、胃によく安眠ができるからという単なる健康上の理由で、あるともいい。さらに、 選挙の時のくじに使われるからという政治的理由であったとも言う。ディオゲネス・ラエルティオスはギリシア哲学者列伝の中でピタゴラスの最後に関する四つの説を紹介しているが、第一、または第四の説によると彼は豆畑を通って逃げるより追っ手に捕まって殺される方がマシだったらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。